これだけの結果を残せてるツールなので、ハイロー側が放送 NG にしたくなるのもわかりますよね。はい、どうも、バイナリ投資塾のゆうすけです。今回は裏ルートで禁断情報を入手、放送 NG の激レアツールでバイナリ初心者が2日で350万超え、過去7年間勝率 97% を叩き出し、自動アップデートが搭載された秘匿性 100% のサインツールを完全無料でプレゼントしています。放送 NG になるほどかなり強い方法になりますので、いつこの動画が搾取されるかわからない以上、メモを取りながらね、一度で今回の内容を理解していただきたいなと思っています。ただし入手できたとしても、使用方法だったり注意点が分からなければ全く機能しないんで、飛ばし見現金でお願いします。じゃあそもそもなぜ放送 NG と言われてるかといったら、過去7年間で勝率 97% を叩き出してるからなんです。つまりハイローユーザーが全員このツールを手にした瞬間、ハイローが倒産してしまう可能性が出てくるんで、この動画が削除されてしまったらハイロー社員に見つけられたと思ってください。っていうのも、今どういった相場でどういう取引が合理的なのかを常に把握し、勝てるポイントでのみサイン表示されるようプログラミングされているので、勝率が高いのは当たり前なんです。まあ、わかりやすく言うと、自動アップデートが搭載されたハイスペックなツールなんですね。その実力を実感していただきたく、今回はとある視聴者に検証依頼をしました。バイナリを始めて1週間の原田さんがたったの2日間で350万以上稼ぎ出したんです。このツールがなぜ放送 NG と言われているかわかりますよね。バイナリ経験は全く関係なく、誰でもこれと同じ結果を再現できちゃうので、ハイローから危険視されてるんです。なので何度も言いますが、この動画はいつ削除されるかは分かりません。消される前に入手してハイローで荒稼ぎしちゃいましょう。今なら LINE 登録者限定、超初心者でも即上級者になれる、総額100万円の極秘教科書を完全無料でプレゼントします。現在127名全員が即日180万超えを記録。この期間が終了すると有料になってしまいますので、絶対に逃さないようにしてください。そして今すぐ稼いで即日現金化を希望の方、100名以上の初心者が月収500万超え、陽介式トレード術を簡単 LINE 個別指導実施中。この機会は絶対に逃さないようにしてください。それではね、授業を始めます。今回はあなたに2日間で350万以上のお金をつかませてくれるサインツールの名前はマーベリックとなります。挿入方法や設定、そしてどのようにね、先ほど紹介した原田さんのような結果を出すことができるのか、実践トレードをね、交えながら説明していきます。そして最終的には放送 NG の激レアツールをね、無料でお渡しするマーベリックと、この右側のバナーにもあるね、僕の生徒が180万超えを達成した実績がある極秘教科書の受け取り方法と、受け取りにね、必要なキーワードについてもお伝えしていきますので、しっかりと動画の中の情報は見逃さないように受講してください。ここからは激レアツールのロジックを明かしていく衝撃的な内容となるので、くれぐれも何度もね、見返すことがないようにしてください。入手しても使い方をね、間違ってしまっては元も子もないので、いつも以上に集中していきましょう。いいですか？それではね、今回使用するマーベリックについてお話します。マーベリックはアリゲーターインジケーターをね、元に作成された高性能サインツールとなります。アリゲーターっていうのは、簡単に言うとね、移動平均線を設定期間の分だけ予測して表示してくれるインジケーターとなります。上からローソク足、短期、中期、長期と並んでる時をゴールデンクロス、下からローソク足、短期、中期、長期と並んでる時をデッドクロスとし、上昇トレンドを下降トレンドの判断に使用していきます。基本的にはね、反応が早く短期トレードに向いているインジケーターとなるんで、スキャルピングなどでね、活用しているインジケーターとなります。まあ、本来であれば自分で分析しポイントを見つける必要があるんですけども、今回はそういった手間は一切ありません。矢印でエントリーポイントを教えてくれますので、それに従うだけです。大丈夫ですか？しっかりと面は取れてますか？最悪動画を止めて一度まとめてみるのもいいかもしれません。それでは続いてマーベリックのね、挿入方法をお伝えしていきます。じゃあちょっとね、忘れないように、今回は1分取引で進めていきますので、 MT4 のこの上の部分ですね、こちら必ずね、 M1 で設定するようにしてください。でもしね、まだあなたのパソコンの中に MT4 が入ってなくて、導入方法がね、わからないっていう場合は、僕の LINE にマネーフローとメッセージください。5分ぐらいでできるような簡単なマニュアルをお渡していきます。まあ、もちろんね、僕の LINE に登録しておけば、設定方法だったり分析してしっかりと勝ち続けて利益に変えていける、まあ、そういったね、方法なんかもくまなくお伝えしているので、必ずね、入手するようにしてください。それではね、早速インジケーターを挿入していきましょう。まずは MT4 のね、上部ですね、こちら挿入ですね、こちらを選択してください。で、次にインジケーターのカスタムの中にありますこちらマーベリックですね、こちらを選択してください。そうするとね、こういった設定画面が表示されます。まず全般を押していただき、 DLL の使用を許可する、シグナル設定の変更を許可するですね、これ3つともね、必ずチェック入っていることを確認してください。まあ、さっきね、見たと思うんですけど、一番上と一番下がね、大体チェックが外れています。なんで必ずね、
3つとも入っていることを確認してください。で次にパラメータの入力を押していただき、まあ、こちらね設定値変えることができます。まあ、今回は直近相場に合わせてね設定値入れ替えてますので、このままね使っていただいて構いません。では続いてこちらですね、色の設定っていうところで、まあ、これね自由に配色をね決めることができます。まあ、正直見やすいね色だったりとか幅になってれば正直何でも構わないです。まあ、僕はこの黒背景とローソク足のね色に合わせてちょっとねこう変えたいなと思います。はい、そしたらこんな感じですね。上3つがアリゲーターのね根拠となる部分なんで、まあここはぶっちゃけね何でも構わないです。まあ、一応ね線もちょっとこのようにね太くしてみました。でこれはサインの色になるんですけども、ここはねまああんまでかすぎとあれなんですけど、今回はね4ぐらいでちょっと設定してみたいなと思います。結構ね普段よりサインでかくなるかなと思うんですけど、逆にねでかすぎて見づらいよって場合はね言ってください。じゃあ今回ねこのように設定していきましょう。はい、そうしましたら皆さんねお待ちかねの実践トレードに移っていきたいなと思います。まあどのタイミングでねエントリーをしていくのか、そしてどんな感じでね利益が増えていくのか、しっかりとあなた自身の目に焼き付けてください。 YouTube コミュニティで組み合わせて使えるツールあげます。はい、そうしましたらね半エントリーポイントからやっていきましょう。基本的にはねマーベリックのサインが表示され、それが確定したらエントリーをねしていくような形となります。本当にサクッとできちゃうんでめちゃくちゃね楽なんで、ちょっと見ててください。はい、そうしましたらねしっかりと条件値の確認ができたので、まあ、10万円ですね半エントリー1本出て仕掛けました。まずね半エントリー条件なんですけども、下向きの矢印から上向きの矢印に切り替わった1番目のねローソク足の次なしで半エントリーをこのようにしてください。まあ、細かいね注意点だったりとか意識してほしい部分は後ほどお伝えしていくんですけども、ちゃんとね上向きの矢印が確認できて次なしでね半エントリーをこのようにしてください。まあ、後ほどねワンポイントアドバイスっていうところで、まあ、勝率をね飛躍的にアップさせる方なんかもね合わせてお伝えしていきますので、この後のね解説もしっかり聞いておいてください。で基本的にまあまず意識してほしい部分としてはエントリータイミングです。このタイミング間違えちゃうと負ける原因ねどうしてもなってくるんで、必ず気をつけるようにしてください。本当ね理想は00秒エントリーでねしっかりとエントリーをすること。結構ずれちゃったりとか遅れてのエントリーになる場合はエントリーをねスルーした方が賢明です。まあ、エントリーチャンスはね比較的多いんで、そういった場合はもうバンバンねスルーするようにしてください。はい、そうしましたらねしっかりと陽線が形成されてますので問題なくね勝つことができました。今回10万円のエントリーでドル円ですので、ペアトレス 1.95 倍ですね。つまり9万5千ね利益の獲得となります。はい、じゃあ続いてローエントリーやっていくんですけども、はい、ちょっとまあ一致したらね次足ローエントリーね1本仕掛けたいなと思います。もうそろですね。はい、そうしましたらしっかりとね条件位置の確認ができましたので、まあ、10万円ですねローエントリーを1本だけ仕掛けました。今度は上向きの矢印から下向きのね矢印に切り替わった1番目のねローソク足の次なしでローエントリーをこのようにしてください。一見ねちょっと分かりづらく聞こえるかもしれないんですが、後ほどねチャート画面でしっかりとお伝えしていくんで、そこはね気にしないでください。でローエントリーも同じくね1分取引のペアトレス 1.9 倍、 AUDJPY なんで今度は1.9 倍となります。まあ、しっかり勝てばね9万円の利益となりますので、このままちょっとね結果を待っていきましょう。はい、そうしましたらしっかりとね陰線が形成されておりますので、問題なくね勝つことができました。今回ね10万円のエントリーでペアトレス 1.9 倍ですね、9万円の利益の獲得となります。それではね半エントリーローエントリーね紹介してきたんですけども、どうでしょう。まあ、今回サインツールっていうところでまあ不明点はねぶっちゃけないんじゃないかなと思います。ただ今回のね方法に関しては半エントリーローエントリーをね交互に行うような形をとってください。まあ、半エントリーであればこういった形でね下向きの矢印が最後終わって、次のね1本目のこの上向きのね矢印が表示されるタイミング、こういったところをしっかりとね狙うようにしてください。例えばここでハイエントリーねこう固まってますけども、ここはいいんですよ、条件としてね一致してるんでここはいいんですけども、ただここちょっと開けてここでねハイエントリーポイント表示されてるんですが、ここでねエントリーを避けるようにしてください。まあ一応ね分かりやすくエントリーポイントに縦線引いてみましょうか。はい、そうしましたらこんな感じですね。今引いた縦線がねエントリーポイントとなります。これはねしっかりと覚えておいてください。それじゃあね続いてここからさらに安心してトレードができるように勝率アップポイントを紹介していきます。一回も負けをね許したくないと、もうこれ以上ね資金を失いたくないっていう方はしっかりと見て学んでください。ただその前にちょっとコマーシャルに入ります。 YouTube コミュニティで組み合わせて使えるツールあげます。
はい、それではね、いよいよここからさらに勝率を上げていくワンポイントアドバイスをお伝えしていきます。もちろんね、勝率 97% を誇るマーベリックですから、今のままでも全く問題はありません。なので勝ちトレードをしていけるっていうのが、まあ、前提でのね話になるんですが、さらに安心して取引を行っていきたいっていう方のためにある方法をお伝えしていきます。まず説明すると、マーベリックってサインツールなんでね、表示されるシグナル通りにね簡単にエントリーして勝つことができる。この反面、その仕様からはね、自分でそれ以上の分析をすることが難しいんです。表示されたシグナル通り、サイン通りにね簡単にハイかローを判断することができる素晴らしいメリットの分ね、わずかなデメリットをお伝えするんだったら、もうほんとそのぐらいかなと思います。で、本当にねごく稀ですけど、今後マーベリックを使ってねトレードをしていく上で、限りなく少ない割合で騙しに遭うことも考えられます。まあ、っていうのも、相場をね動かしているのはいわば投資家、まあ、紛れもなくね人間なんで、いくら正確だと言われているテクニカル仕様だとしても、どうしてもね分析とは違う動きをすることがあるんです。だから勝率 100% っていうのはやっぱないってことなんですよね。そこで今回はね、限りなくこの 100% に近づけられる方法を伝授していきます。今回はインジケーターとかね加えることは一切しません。とある設定をするだけです。それはズバリね、マーベリックの設定値を変えることです。まあ、結構ね視聴者の方からコメントの方で、まあ、数値を変えてね勝率上げられるっていうのはすごい助かると、すごいやりやすいですって言ってくれるねコメント、まあ結構たくさん見かけたんで、まあ、今回もこの数値を変更した上でのね勝率アップ方法をお伝えします。まずマーベリックの設定値を出しましょう。右クリックね押していただくと、こういった設定画面出てきますので、インジケーターですね押していただき、こちら選択していきましょう。そうするとこういったね設定画面が出てきます。で、まずパラメータ押していただいて、この中を変更します。どこをね設定するかっていうと、こことここ、そしてここですね、この3つの数値を変えます。じゃあまずここから、こちらは32、続いては20、ラストを12に変更していきます。今回デフォルトの数値に対して全て4倍の数字をかけてます。っていうのも、ある程度の規則性を用いてね設定値を変更してあげることで、この相場とのね連動性を持たすことができるんで、ここはちょっとね覚えておいてほしいなと思います。じゃあこちらで設定していきましょう。はい、そうするとこんな感じでね、ポイント数はね減るんですけども、命中率がね比較的高いサインがね表示されるようになったんです。まあ根本的に強いんで、ちょっとこの違いがね分かりづらいかもしれないですけど、今回ねこの設定をすることで勝率がね高い取引ができるっていうのは覚えておいてほしいなと思います。だから取り入れるかどうかっていうのはもちろん自由なんですけども、本当堅実ねやっていきたいっていう方のみぜひね参考にしていただければなと思います。それではここでね、投資をする上で絶対に覚えておいてほしいことを一つお伝えします。バイナリーオプション、投資のね世界に絶対は存在しません。知ってるよって方もねいると思うんですけども、これからねお伝えすることをしっかりと意識していただき、実際トレードにね反映することができれば、ある程度の勝率はね担保されるので、ぜひちょっと覚えておいてください。これはねちょっと今回の主張以外にも使えるんで、知っといて損はないかなと思います。それはね、取引市場が動く時間帯を把握しておくことなんですよ。バイナリーオプションは FX と同じ取引市場で、業者にもねよるんですけども、ほぼ24時間取引が可能です。で、時間帯によってあまりね値動きがないタイミングだったり、値動きが活発なタイミングがあるんで、知っておくね必要があるんです。時間帯によって値動きっていうのがね変わる理由っていうのは、主な三大市場が開いてる時間が違うからなんですよ。三大市場の取引時間はこんな感じです。まあ一応ね日本時間で記載してるんですけども、東京市場が9時から15時、ロンドン市場が17時から3時、ニューヨーク市場が22時から7時となります。ロンドン市場とニューヨーク市場にはサマータイムと呼ばれる季節があって、取引市場の時間が1時間早くなるんで、そこはね注意してください。で、サマータイムっていうのは3月の第2日曜日から11月の、ね、第1日曜日になるんで、忘れないようにしましょう。取引市場の始まりと終わりや、それぞれね市場が異なる時間帯っていうのは、トレンドが変化して予測できない値動きをすることが多いんですね。なので、その付近でのねエントリーをするのは避けておくっていうのがベターです。特にロンドン市場とニューヨーク市場が重なる21時から22時付近っていうのは、最もね流動性が高くトレンドが作られるパターンが多いので、特にね意識するようにしましょう。それでは最後に、このマーベリックのね受け取り方法についてお伝えしていきます。ここまでしっかりとねついてきてるあなたであれば、今回紹介した僕の生産みたいなね利益を上げることは十分にできます。もう少しで、ね、あなたもねマーベリックを手に入れられますので、しっかりと受け取り方法は確認してください。無料でね受け取るための条件は全部で3つとなります。まず1つ目、僕の YouTube チャンネルに登録すること、そしてこの動画にいいねを押すことです。そして2つ目、僕の動画にコメントをください。今回紹介したサインツールに関する意気込み、今後やってほしい企画、バイナリーのことでね何か悩んでることがあれば、じゃんじゃんコメントをください。まあ、基本的に僕はコメントをしっかりと見てます。本当検証してほしいこととか何でも構わないです。
あなたが見たいとも動画作りを目指してるんで、何かしらねコメントいただければなと思います。それでは最後3つ目、僕の LINE でキーワードを送ってください。送ってほしいキーワードはこちら、禁断情報となります。カッコ外してキーワード単体で構いません。必ずね間違いないようにキーワードをお送りください。今こうやってね表示されている QR コードからでも LINE に飛べますし、動画の概要欄にも URL が記載されていますので、どちらからでもね追加することは可能です。お好きなのでね行ってみてください。条件のね説明は以上となります。このコードを起こせるあなたなら、これからこのサインツールを使って稼いできる可能性は十分にありますし、さらにその他有益な情報なんかも LINE で惜しみなく渡していきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。それでは LINE の登録方法について一緒にねやっていきたいなと思います。まずこのタイトルの部分を押してください。そうするとこのようにね概要が出てきますので、一番上ですね、陽介の LINE っていうねここの URL を選択してください。そうするとアプリで開くっていうので、いろんなねブラウザ開くことができます。まあ僕ね iPhone 使ってるんで、そのままサファリで開いてみましょう。そうするとこんな感じでね画面が切り替わって、アプリで開くという画面出てきますので、こちら押してください。そうするとこういった画面出てくるんで、そのまま開きましょう。そうすると LINE 追加ねできる画面出てきますので、この追加を押していきましょう。僕はすでに登録してるので何も出てこないんですが、初めての方はね表示されてる画像のように LINE 追加できる項目が出てくるんで、タップしてください。そうすると簡単なアンケートが届くかなと思うんで、豪華プレゼントを受け取りたいっていう方はぜひお答えください。これであなたも僕の生徒の仲間入りです。それでは本日の動画はここまで、また LINE でお会いしましょう。